ダウンタウンの松本人志が、14日放送の、ワイドナショー、フジテレビ系、で、自身がラジオ番組や、ダウンタウンのガキの使いやあらへんで、日本テレビ系、での、フリートークをやめた理由を、明かした。来年3月限りでの、番組終了を発表した、福山雅治のオールナイトニッポンサタデースペシャル、魂の、ラジオ、の話題を取り上げた時のこと。福山からの申し入れで番組が終了したと聞いた松本は、わーっと喋ってるラジオをやめるっていうのは結婚でもするのかなと思ってしまうのよね、と語った。この想像は自分がそうだったから思い浮かんだという松本。家族ネタを喋らざるを得なくなる状況を危惧して、ラジオとガキのトークを一旦やめようと思ったのよ。家族ができると。そっちをネタにしていくのを一旦ごめんと、やめる、という結論に、至ったという。松本は9年5月に、結婚した。同年3月には放送作家、コースヒカリセイとの、人気ラジオ番組、放送室、TOKYO、FMK、中、相方の、浜田は出演していない、が、終了しており、ガキの使い、でも近年はダウンタウンの、二人によるトークを見せていない。浜田とかはデリカシーがないからさ。いろいろ言うてくるやんか。それって俺のやりたい笑いとは、違うところ。笑われる感じになっていくのが嫌だった。と、振り返った。なお、福山は13日放送の、魂のラジオ、で、体力的にしんどい。番組中に、眠くなる、などと、生放送を続けることが、体力的に難しくなったことが、終了の理由だと説明している。結婚については、魂の、ラジオ、中に福山が否定している。